スにぴったりな曲をブリザードという曲でございます。真っ白に輝く世界へ駆けてゆく。今吹き荒れる真っ白に染まりゆく街を君の手を引き掛けてく。白が国に刻む裏が交わせる真っさらに変えてくれ俺を。過去の傷も塗りつぶして、消えた空気は心地いい。己の輪郭が見えるようで、マフラーきつく巻きつけ、かじかんだ手で瓦礫かき分ける。薄暗いほらの奥、抜くとして暗闇捨て終え、吹雪の向こうで君を待ってろ。
白粉のごとき明日に刻め足音君のシンフォニー yeah, yeah. 針葉樹林のラピリンさまよってはまた元の場所に出る行動めぐりの日々が世界ルートを徐々に暴き出す音すら凍る氷点下叫べど救助は望めない理想を追い求むものはいつだって春風はいつも強く吹いてる未来にすくむ背中を押す咲かせにこの世に来た36度5分の日を抱えて春風はいつも強く吹いてる夢に湧き立つ胸の奥から命を燃やして君が通る年桜も梅も急いで咲く雪解けは待っていたって来ない君は春風道開いてけ白い息を吐き出して口散らすたび舞い散る雪しぶき今日も君を呼んでいる私なき地面の銀世界ライブ動画をご覧の皆さん、はじめまして。バーンアウトシンドロームズです。ギターボーカル、作詞作曲の熊谷和美です。ベースコラス、石川大です。ドラムの広瀬拓也です。ただいまご覧いただきましたのは、バーンアウトシンドロームズの2022年のワンマンツアー、東京の、ゼップ羽田公演の、演奏しました、ブリザードと銀世界の2曲です。この2曲なんですけれどもテレビアニメ真っ白の音という、アニメーションのオープニング主題歌です。真っ白の音は三味線を使った、アニメーションで三味線分かりますかね。日本の伝統楽器なんですけれども、なんだろう、叩くギターみたいな弦楽器でこの音をふんだんに使って、作成した楽曲でして、ぜひ海外の皆さんにも見てほしいアニメになっておりますので、ぜひぜひそちらの方を見てください。あと我々バーンアウトシンドローム、他にもハイキューやドクターストーン、銀魂など、数々アニメーションの主題歌担当させてもらっております。もしかしたら曲だけでも聞いたことあるなっていう方もいらっしゃるかもなので、ぜひそちらのアニメ主題歌聞いてみてください。よろしくお願いします。どうですか、ライブ映像。やっぱり盛り上がってるところが見えるのがいいです ね、これ盛り上がる楽曲ですので、はい、ぜひ皆さんもスクールフェスティバルで演奏しちゃってください。おお、スクールフェスティバルでぜひコピーバンドを組んでいただいてですね、はい、彼ベースの石川くんがベースの弾いてみた動画、譜面も込みでツイッターにアップしておりますので、ぜひぜひそちらも見てみてください。お願いします。広瀬くんどうですか。やっぱりこのアニメの主題歌をこうライブで演奏させていただくんですけども、会場の皆さんとものすごい盛り上がっていて、ぜひ僕たちが海外に行った際には、皆さんもこの楽曲で盛り上がっていただけると幸いです。もし日本に遊びに来てくれた時も我々ライブやってましたら、ぜひ遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。
以上、バーンアウトシンドロームでした。はい。